どうもこんばんは。今日ちょっとてんこ盛りのあれを作ってました。今日麦茶がちょっと微妙に余ってたので、このケンミヤの麦茶折りからスタートしたいと思いますスタートちょっとあれなんですけど、もうなんか微妙にちょっとだけ残ってたんで、作っても3日目ぐらいになるので、そろそろこの麦茶を消費しなあかん感じで、ケンミヤさんの麦茶ちょっと箸でまだ使ってないので、走り失礼します。あ、乾杯です。お疲れ様です。乾杯です。うん、美味しいですね。みやみやさん、うまいです。あともうちょっとですね、麦茶。これちょっと作ってみたんですけど、いろいろと、ここにささみと、これエビの頭と卵と、これエビフライ、これネギがちょっとここに入ってますね。ネギさん、いただきます。まずはこのささみフライからいただきますね。うん、私天ぷらうどん作ろうと思ってたんですけど、揚げてるうちにこれなんかささみフライなのか、エビもエビ天なのかエビフライなのか、ちょっと分かんなくなってきました。エビフライって呼んでいいのか、ちょっとエビ天って呼んでいいのか分かんないですけど、でもこれささみ天とは呼ばないですよね。これなんかささみフライ、うん、呼び方に戸惑う今日このごめんなさい。うん、うんうんうん、ささみフライトで、こちらにネギが、このエビフライ作る時のエビの頭、これ私汁吸うのが好きでちょっと取っといたんですよね。これちょっと失礼します。おいしい。これすごいお酒が、うん、あらって感じ。これ謎にジムビームの、ジムビーム飲んでない、ね、ジムビームあれですね、ネギさん、うん、アベフライ、エビ天を作るつもりがなくエビフライになってました。うん、うん、あと1本、美味しいですね。うん、もうあら長くなっちゃいました。秘宝ですね。ちょっとお悔やみ申し上げますって感じで、あ、でも麦茶も3日目ですね今。なんかやっぱ、あ、飲み切れてよかった。でもちょっとチーな感じで、また新しいの買ってきましょう。うん、美味しい。目玉焼き食べますね。ネギ、あの茹でて、あの柔らかいのも好きなんですけど、今日あの焼いてみました。あの茹でて柔らかいネギも好きなんですけど、うん、ほんと焦げ目がついてるんですけど焼いてみました。うん、白身から、うん、ネギがやっとで見えてきた。ちょっとこれプチってなるかちょっと試してみますね。この卵、あ、割れますかね。あー、おー、ちょっと、あ、ちょっとでもとろみにかけますね。
ちょっと火通しすぎましたね。これもなんか今日また火にかけてるのまた忘れてたんですよ。最近やばいですもん。うん。またもうちょっとあの半熟にしてこう、半熟っていうか、うん、黄身をこうとろじゅわーみたいなのが理想だったんですけど、また火かけるの忘れてて、またこんなちょっと硬いですねこれ。うん、いかなかった。いやもうなんかまずやばいなと思ったんですけど、うん、時間的に焼きすぎたなと思ったの。案の定でしたね。うん、使ったんですよ。いつもの小麦粉初めて買ったんですけど、あの妙な親近感とかあれいいですね。オレオレみたいな、いつもの俺だよみたいな、初めて買ったんですけど、このフライちゃんエビとささみあの揚げる時に使ったんですけど、うん、ノンフライヤーでやりましたね。うん、今今回は結構いい感じにカリッと揚がったんでよかったかな。うん、あと北海道産小麦粉 100% のこのこちらのパン粉を使いました。フライスターセブンさん、うん、いやなんか北海道って聞くとちょっと安心しますね。うん、はい、やっとで麺に行きたいと思います。遅っみたいな、すいません、やっとで麺に到達しました。すいません、遅くて。いただきます。うん。おいしい。特製のスープっていうかあれついてたんですよ。なんでいつもの比内地鶏にしようと思ったんですけど、うん、くまモンのかわいいですよねこれ。くまモンこれもいただき物なんですけど、これもあのもらったうどんなんですけど、すごいかわいい。これに特製のタレついてて、それでやりますか。なんて読むんだろう、これもちょっとわかんないです。熊本県のあれですね。ちょっと面白いのがあって、ここに注意書きが、ちょっとこれ激アツだなと思ったんですけど、なんか必ず別府のスープを使用してくださいってここに書いてるんですよね、赤文字で。必ずここに入ってるスープを使用してくださいって書いてるんですけど、あ、私的にこれ違うスープとか使ったらどうなるんだろうって興味はすごい湧いてきましたね。なんか、うん、必ずってやばいですよね。なんか、うん、違うスープ使ったらどうなるの、何が起こるんだって感じ。うん、あー美味しかったです。こちら。またこれ、金麦さんいただきます。あ、もうグラスやっぱ溶けますね。溶けますね。っていうかあの、冷やしたやつ持ってきても、やっぱ溶けてしまいますね。うん。やっぱギリギリまで冷凍庫に冷やしといた方がいいのかな。乾杯でーす。いただきます。金麦さんですね。これまた春パッケージで可愛いですね。うん、この間も行ったんですけどしつこーみたいな、すいません、ちょっとしつこい性格で、うん、
外は雨が降ってますね。うん、お花見気分でちょっと一人で宴会したいと思います。こちらも外は雨ですけど一人宴会をしていきたいと思います。これフライがちょっと見えますかね、このささみフライなんですけど、我ながらこれちょっとあれなんですよ、今回のノンフライヤーにしてはちょっといい感じに上がったかなっていう感じの自慢動画でした。ちょっとね、自慢できることがないので、うん、今日の揚げ具合ぐらいしかちょっと自慢できないんですけど、やばいですね。うん、あと私これ、うん、これを食べると納豆、なごみさんの納豆、北海道大豆 100% ですって。これちょっと金のパッケージなんですけど、ちょっと良さげなパッケージなんですけど、お値段安かったですね。100円ぐらいで買いましたね。うん、ちょっと金のパッケージだったんであらと思ったんですけど、あ、なんかタレちゃんもなんか結構あれですね、うん、どうかなと思って、結構意外にリーズナブルでちょっと助かりましたね。うん、ちょっと金のタレちゃんも混ぜて、あ、ちょっと飛び散りました。私もなんかこの間テレビでワイドショーで見たら、お花見のやつやってて、うん、前から東京とかではもう結構もう満開みたいな感じらしいんです。あれ触っちゃダメなんですね、びっくりしました。なんか桜の木が傷むからとかっていうそういう理由で、うん、なんか触ったりするのダメらしいですね。結構外国人観光客の人とか結構なんか触って写真とか撮ったりしてたんですけど、いただきます。うん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 、あ、ダメなんだと思って、うん、初めて知りましたね。また、うん、私も多分知らなかったら普通に触ってたかもしれないですね。うん、なんか桜の木痛むからって本当は触っちゃダメなんですよと。うん、うん、ああ、納豆しい。うん、からのうどん、うん、今私結構めんどくさがりなんで、そういう木とか触った後に、木とか触った後には手洗うのめんどくさいと思って多分触んないかなって感じです。うん、そっち系って感じですけどね。うん、枝触った後に手洗うのめんどくさそうだなみたいな、うん、そういう理由でこんな触らないかなって感じですね。ささみちゃんの2本目だっけ。なんか石芋ケンタッキーの味がしました。ささみフライがケンタッキーの味がしました。まだ結構残ってるんですけど、うん、味わってちょっといただきたいと思います。ではまた。